この子ならいけます。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲットインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。先頭はラッキーフェスであります。落ち着いていけるかどうか。6番スエズチャンスが追いかけます。寺田橋外から行こうというところ。その後ろ3馬身くらいあってマリーパワー。9番ラブエフェクト。そのうち7番笹ハッピー。2番シーザーセレナード。そしてその外に1番スワンホーゼ。これが人気を集めている方のアイフォンです。そしてその後ろから5番光パワー、スマイルキャビンが並んでいっています。それからノーベルペガサス。流れるようにレースが進んでおります。先頭を行くラッキーフェス、4分の1馬身リード。これと一緒に寺田橋、まもなく第3コーナーに差し掛かります。差が開いて6番スエズチャンス。そのうちに3番マリーパワー、9番ラブエフェクト、ササハッピーがその後ろ、まもなく欅を通り過ぎていきます。1番スワンホーゼ、内を通って2番シーザーセレナード、4番黒い馬体、肩のアイコン。府中のスタンドが揺れています。肩のアイコン直線の伸び足はどうか。先頭横山とラッキーフェス、寺田橋捉えるか。2頭の叩き合い、これは阪神レース。この辺りで寺田橋がかわした。スエズチャンスが3番手、スエズチャンス懸命に追う。寺田橋が抜け出した。旗のアイコンも差を詰めてきている。寺田橋先頭、スエズチャンスが2番手、内を通って寺田橋捉えた、かわした。旗のアイコン1着、旗のアイコン今より投票受付を開始します。京都競馬場の白鳥もレースを見守ります。スタートを切りました。12頭、3番アタックチャンプ、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。先行するのは何か。先手を取ってピラミッドスペシャル。そしてそのうちに2番チェリーボレット、この辺りちょっと離れている。9番ナハチルアーノ。12頭、第1コーナー右にカーブを取ります。7番ナッツスペシャル、外を通りましてオアシスパサー。そしてその後ろから4番タカラチャンプ、肩のアイフォンが並んでいます。ピンクザクラ、内を通りましてホークスホーム、下ウニトリップがその後ろ、外を通ってスズランゾーン、そしてしんがりからアタックチャンプという展開です。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。旗のアイコン直線伸びてくるのかどうか。先頭田中とチェリーボレット、チェリーボレット先頭、旗のアイコンも差を詰めてきている。外から1頭旗のアイコン、下のニトリップ先頭に立った。下のニトリップ先頭、下のニトリップが1着でゴール番を通過。2着は旗のアイコン、3着アタックチャンプ。次は頑張りましょう。1着1番2着、次は頑張りましょう。勝てるといいですね。ただいまより投票受付を開始します。
各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。スタートの悪い馬がいますが、8番光天空、先行グループからまず見てまいりましょう。ケフラピークがかわしていきました。これと一緒にマーブル天神、それから離されまして4番クムダルニョラ、そして4番手に山の剣山ビースガーデン。さあ第3コーナーに差し掛かります。これが1番人気の型のアイフォン、エビナ騎手、この手応えはどうか。そしてその後ろからシークレットバロン、9番シャルルロア、ほとんど馬体が合っています。トロイアゴールド、そのうちからは3番ヒトノクラーク、光天空、そのうち5番越前水仙。2馬身くらいの差をつけてケフラビークが先頭です。それから1番マーブル天神、阪神のスタンドが揺れています。旗のアイコン直線伸びてくるのかどうか。差を広げたケフラビーク、まだ余裕がある。依然先頭ケフラビーク、ちょっと差がある。さあ先頭はケフラビークが3馬身リード。11番ケフラビークがまだ粘っている。外から何が来ているのか。旗のアイコンか、外から襲いかかる。旗のアイコン、これがこの馬本来の足。並ぶか。旗のアイコン、オレンジの帽子。旗のアイコン先頭だ。旗のアイコン今日は強かった。ただいまより投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。体制完了。さあ飛び出した12頭、まずのスタートかと思います。さあ外が行くのか内が行くのか。花を切ったのはアイルトピック、それからもう一頭マリンプロダクツ、ブリッジエースが上がってまいりました。ちょっと離されまして紅葉ローレル、それからビューアンデルセン、そしてその後ろから肩のアイコンノーベルペガサスが並んでいっています。そしてそのうちにシダーミュージアム、その外スワンコーデ、7番ガリバーキャップ、外を通りまして天竜王光パワーが、その後ろ流れるようにレースが展開されています。ブリ肩のアイコン、場内がドッと来ています。ピンクの帽子ブリッジエースが先頭。さあ先頭はブリッジエースが2馬身リード。12番ブリッジエースがまだ粘っている。怖い馬が来た。5番肩のアイコンだ。肩のアイコン懸命に追った。さあ人気ところの争いになった。一気に肩のアイコン先頭。肩のアイコン1着、1番人気に見事応えました。何かご用でしょうか。まずまずですね。いい感じですね。
まずですね。いい感じですね。ご存知ですか？いい感じですね。いい感じですね。クエストを達成しました。何かご用でしょうか？何かご用でしょうか？この森を駆け抜けて歌手の女王となるのは果たしてどの馬でありましょう。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、果たして何が行くのでありましょうか。先頭に立ったのは7番ロンドンブリッジ、カタノアイコーンが追いかけます。それからもう1頭8番ナオミシャイン、そして4番手にマックスキャンドゥであります。外を通りましてアドマイヤサンデー、内から1頭アインブライド、そしてその後ろから2番笑顔を見せて、これが1番人気のバレノクシス、武豊騎手。この手応えはどうか。徹底的にマークしているエリモエクセルと的場仁志、いやーこの男は怖いぞ。そのうち5番ダンツプリンセス、エアデジャブー、しんがりから11番ラティール、流れるようにレースが進んでおります。これが先頭ロンドンブリッジであります。それから4番カタノアイコーン、縦長になってまいりました。ナオミシャインがその後ろ、6番マックスキャンドゥ、外を通って10番アドマイヤサンデー、それからアインブライド、その後ろでやりましょうか。2番笑顔を見せて、これが1番人気のバレノクシスであります。そして外からはエリモエクセル、内を通りましてダンツプリンセス、それからもう一頭エアデジャブー、一番後ろに11番ラティールであります。さあ先頭の方はどうなっているか。5馬身くらいの差をつけてロンドンブリッジが先頭です。4番黒い馬体カタノアイコーン、その外ナオミシャイン、10番アドマイヤサンデー、マックスキャンドゥがそのうちにいます。
府中のスタンドが揺れています。パタノアイフォンが2番手、このまま抜け出すか、さあこのまま逃げ切ってしまうのか、外からはパタノアイフォン、先頭松永とロンドンブリッジ、2番手に外からはパタノアイフォン、パタノアイフォン捉えるか、外から懸命にパタノアイフォン、パタノアイフォンかわして先頭に立った。ファレノプシスも差を詰めてきている。ファレノプシス懸命に追った。パタノアイフォンが完全に抜けた。パタノアイフォンが先頭だ。初のクラシックの栄冠。おめでとうございます。クエストを達成しました。ご存知ですか？何かご用でしょうか？何かご用でしょうか？